はい、ではシマノの YouTube プロジェクトを開いていきます。ロードを選択します。で、接続確認です。はい、こちら OK ですね。で、次へ。今にユニットを認識中です。スプリンタースイッチ使いですか？使ってないんで、いいえ、いいえですね。はい、こういう形で接続完了しました。はい、ではこのカスタマイズを押していきます。リアディレイラーの調整、アジャスト設定ですね。はい、こういう画面になります。はい、リアディレイラーの調整の方法なんですけども、まずリアディレイラーの5枚目のギアの位置に変速させます。で、初期位置から内側へ16段階、外側へ16段階、合計33段階の調整が可能です。調整時には調整方向が確認できるようにガイドプーリーが行き過ぎてから戻るという誇張した動きをします。ガイドプーリーとギアの位置確認をするときは最後に止まった状態で行うようにしてください。で、1番、クランクを回しながらチェーンが4枚目のギアとして接触してかすかに音が出る位置までガイドプーリーを内側へ移動させます。で、2番、シフトアップ方向へ4回操作しガイドプーリーを外側へ4段階移動させた位置が目安の位置です。やってみましょう。5枚目の位置ですね。内側にチェーンがギリギリするぐらいまで移動させてみます。今ちょうどほんの少し、ギアと滑る音がしてます。ですのでここですね、ここから戻していきます。4つ戻すということで結局ゼロのところ、さっきのちょうど合ってるところでしたね。今からするところまでちょっと動かしていきます。内側に動かしていきます。これでギリギリ沿ってますかね。もう一歩行くと完全にする感じなので、これの一歩前ですね。これがまあギリギリ吸ってるぐらいなんで、ここからプラス4段という形になります。
これで今一番調整された状態になってます。はい、これで調整終了です。はい、ではスムーズにもう一回やってみます。はい、大丈夫ですね。はい、今回はシマノの電動シフト DI2 の、ディレイラーの調整を、パソコンの eTube プロジェクトというアプリケーションを使って調整しました。パソコンを使うとマウスでこうクリックしてカチカチカチっとやっていくだけで簡単に調整ができるんで、まあ、誰でも簡単に、ディレイラーの調整ができるんで、まあ、電動シフトは組み立て初心者にもおすすめだと思います。どうでしたでしょうか。役に立ったと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。